はい、こんにちは、リョウタです。今回ですね、反対を英語でやっていきたいんですけど、まず反対、disagree で、この逆を言うと、まあ、賛成ですよね。 agree disagree 賛成と反対で、この今回は反対の違うバージョンというか、まあ、他に言い回しがあるんですよ。反対ですっていつも言わないじゃないですか。いやいや、俺はそう思わないよとか、いや違うでしょうとかっていう反対する感じですかね。それをちょっと伝えていこうと思います。じゃあ早速行きましょうか。じゃあまず1個目は、やだやだやだ、いやいや、やだ、反対、やだやだやだ、いや絶対やだから。このやだは No way. そして次、いやお前本気じゃないでしょう、いや違うでしょう、それ本気で言ってる、いやマジで言ってんの。これは You can be serious なので、いや本当にマジで言ってるわけじゃないでしょう、本気じゃないでしょう、違うでしょう、いや俺はそう思わないよっていう感じですね。 You can be serious。 そして次は、いやちょっとそれどうかな、なんか俺はちょっと違うと思うんだけどな、なんかなんていうの、いやちょっとな、こんな感じの時は I'm not sure about that. I'm not sure about that. いやそれはちょっとどうかな、みたいな時は I'm not sure about that。 で次、いや冗談でしょ、いやマジで冗談でしょ、は You must be joking, right? そしてあとは、いや俺はそう思わないな、いや俺は違うと思うんだけどな、いや違うと思うよ、は I don't think so。 これよく聞くんじゃないですか、I don't think so。 いや俺はそうじゃないと思うよ、そう思わないよ、 I don't think so。 そして最後、 disagree っていう時に、まあこれは何かっていうと、ちょっと固め、いやちょっと私は反対だと思います、ちょっと私は反対ですねみたいな、ちょっと固い場面だと disagree を使うかなって思います。まあ、なんか普通の日常会話で I'm disagree with you とかっていうのはちょっとシリアスな場面に多い気がしますね。なので、うわそうじゃないでしょう、 I'm disagreeは言わないと思います。で、いや本当に反対だから、マジで反対って言いたいときは totally を使うといいかもしれません。そのトータルですね、トータリー、 totally。 これちょっと難しいんですけど、僕も言えてるかわかんないですけどね、 totally、 I'm totally disagree。 いいですか、コモン絶対反対だからみたいな感じですね。はい、ということで今回はその反対なんですけどっていうのを英語でやってきました。いいですか、結構反対っていうか、こう自分はそうじゃないと思う、違うんだよ、反対だよって意思をしっかり告げるのは大事 で、そのストックもしっかり覚えておく。で、そういうシーンって結構あるじゃないですか、いや俺違うと思うな、その時に実際こうアウトプットをどんどんしていって活かすように頑張ってみてください。ということで、まあ、今回の動画を見てですね、いやこいつやっぱいいわって思ったらいいね忘れずにお願いします。でコメント欄にももうじゃんじゃんコメントしてください。何でもいいですよ、もう全く関係ない質問でもいいので絶対見てるし返信しますからお願いします。でチャンネル登録、まあこれはもうスルーしますね、もうチャンネル登録してない人はもうスルーしますっていうか、もう動画見ないでくださいぐらいの勢いで、それは言い過ぎかな、もう動画を見るイコールチャンネル登録お願いします。であとなんだ、ベルボタンも忘れない。そうですね、ここはあんま長く喋ってもしょうがないので、まあ、次の動画でまたね、皆さんの役に立つ動画を配信できればいいなと思ってます。ということで See you on the next one. Bye bye.